どうもー、世界が少ない100億人のファンの皆さん、おはようございます。ハロー、錦です。はい、今日から2月に入り、2月1日です。はい、はい、まあ、1月もね、昨日も話しましたけど、収支が全然でしたね。ダメだな。そうだ、クソ。そうですよ。本当ね、ちょっと情けないですよ。こんなクソが、でもね、成り上がっていくストーリーをお見せします。はい、毎月言ってる気がしますけど。そうだな、毎月こんなこんなことと我慢だしか言ってないような気がしますけど、はい、もっとな、楽しいんだよっていうのをね、伝えていきたいですね。そうですね、本当に、ね、ねね、これだけは言えるのはリアルをお伝えしますと、はい、はい、というところですね。はい、はい、ということで今日も頑張っていきます。はい、行ってきます。行ってきます。
も気づいたか、考えたか。戦に倒し、戦人の誇りを示すことができれば、天下無双ラッシュ突入。
殺戦記のようなわしなどの殺し合わぬでも他にも殺しがいのある武将どもがいるだろう。あやつらはもはや戦人ではない。家畜を狩る者などどこにいようぞ。なのにむしろその秀吉を相手に命を懸けて歌舞伎にし、しかも天女にまで愛された男なのだ。無理な少女が命を捨ててお主の命乞いをするとはな。むしろさ天が与えた獲物よ。
どうも、はい、今日の稼働が終わりました。終わりました。はい、今日どこで打ったか分かりますか？はい、どこでしょう？後ろ。まあね、はい、花の刑事。これだ、ね、これが置いてある店はどこかっていう話ですよね。はい、名古屋といえばやっと来れました。パーラー乳銀さんです。はい、はい、はい。ここはちゃんとお店の名前出していいっていうのを店員さんにちょっと聞いてるので。素晴らしいね。はい、協力的で嬉しいもん、はい、もう動画も撮ってても全然もう余裕余裕余裕すぎる。はあ、てかなんかあれだよね、あのジンバルみたいなのつけてさ、はい、あの2人ぐらいいましたね。いたよね、 YouTuber ですね。完全なるね。でどうだったの、刑事打ったっしょ。刑事ね、うん、いや刑事僕やっぱりね、本当一番好きな機種なんで、うん、まあ感想言いますか。うん、まず感想っていうか、まず僕すごいですよ、1回転目に全回転で当たりましたからね、うん、すごいね。いや、さ、取っとけばよかった、マジで。入賞した瞬間から。あ、そっかそっか。すっかり、取ってなくて。まあ、最初だから、こんな感じでもありますって、取っとけばよかったんだけど。確かに確かに。それ逃しちゃったのが本当に悔しい。それはもったいねえな。うん、まあ、タイミング悪かったな。うん。うん、いや、ちょっとごめん、語るとちょっと長くなっちゃいそう。はい、まあ、簡単に、でも良かったか悪かったかって言ったら。良かったか悪かったかで言うと、あ、すごい悪かった。多分長い気はしないです、うん、この乳銀のお膝元で、ね、お膝元で、ね、申し訳ない。いや、本当に好きだから、本当に好きだから、あ、まあね、ファンとしてね、一番、はいはい、うん、理由ちょっといいですか。どう、あの技術なんかも使えない。あ、そういう感じか。そう、ひねりが、そこまでできないんですけど、演出面もちょっと、まあ、いろいろ言いたいけど、まあ、長くなるんで、多分2年ぐらいかかるとそうなんで。2年かかんない。長えな。ここまで行っていきましょう。はい、そうしましょう。うん、まあでも楽しかったです。はい、ちなみに、うん、勝ちです。勝ちです。45,400円ぐらいだったと記憶してます、確かね。はい、はい、そのぐらい勝ちました。はい、はい、なわけで帰ります。はい、バイバイ。